さあ、いよいよ最終回を迎えてしまいました。この日が来てしまいました。あ、そういえば草刈さんがいらしていただいておりして。そうなんです。なぜか座れと言われて。あんな僕初めまして。これだと申し、と申します。週刊誌正行の最終回ということで、映画館ではなく当の試写室にやってまいりまして、最終回でございます。まあ、今日もなんかね、お題が出てるのは、そういう、まあ、面白いこととかの、どういうふうに面白いものを見つけて、そこを突き詰めていくかみたいな話だったりとか。だから、どうやって、その内容を煮詰めていくかっていう。そういうことです、そういうことなんです。それはね、だから、その書く、面白がる書くは、もう、圧倒的に自分の問題なの。はい、だから、学生相撲の時に本当によく分かったんだけど、俺ほんと弱い方のリーグの戦い見てて、ほんとに笑っちゃうぐらい、もう面白くてしょうがなくて、飽きなかったのよ。で、スタッフみんな連れて、国技館で学生相撲大会やってて、見に行ったわけ。で、俺をガーガー笑いながら見てて、ふっと後ろ見たらみんな寝てんの。その時思ったのは、ああ、なるほどね、と。僕は僕のフィルターでキャッパリ何かを感じてるわけじゃないですか。はいはい、僕が感じて、このガーガーガー笑うこの面白さは、きちんとこういう風に見ると面白いんだよっていうことをやんないと人に伝わんないんだってことを本当に思ったわけ。その面白さをどうやって人にこう伝えられるかっていうところが表現だから。はいはい、それ前すごい深いこと言ってて。すごい深い。この偉そうに言っちゃって。なんかさっきすげえテンション低かったの。テンション高くなっちゃった。いや、だからそれ、例えば学生相撲が面白くないっていう人たちの意見も、それは貴重な意見になるわけですね。そうそうそう。寝てる人も。そうそう。何が面白くないのか聞く。そういう意味じゃダメよ、みたいなとも思うじゃないですか。だから、はっきり言うと、つまんないことでも和芸で面白く聞かせる人っていますね。いますね。あれですよ、あれ。芸なんだ。芸術じゃなくて俺は芸なんだ。みんなだって、なんか自分が面白いことを経験したり、今日こんなことがあったと話したくなることがあると思うんですよ。これは、うちの奥さんに言って、あははで、すまないぞ。世界中の人、あははになんないと嫌だなって思った時に映画を作るっていう。お互いそういう意味ではなんか影響したりされ合ったりすることは特に実感したことはないですか？いや、もうあるよ。もうその価値観変わってきたの。価値観変わってきた、うん、どういうことや笑い方が。その、必要経費に対する価値観の問題とか。あまり余計なこと言わなくていいので。はい。はい。でも、私ちょっと、欧米化してるじゃないですか。中身も。欧米化。そう。うちの旦那さんもちょっと、欧米化してきちゃってるなって最近思います。前はこうじゃないとみたいな、ちょっとこういう、こうね、自分のこう理想像があって、その中に自分はいなきゃいけないみたいなのがあったんだけど、切れてるって言うんじゃなくて、なんていうの切れてない。切れてるっていうか、吹っ切れてる感じ。吹っ切れてる、うん。だからなんかバラエティとかに出ても、結構ね、もううちではしゃぐのと同じように、まあ週刊誌正行のうちの旦那さんも全部そうでしたけど。いや、あれはだから、違う、いつもと俺とは違うって言ってんのに同じだって言ってるんで。で、同じだって。同じらしいです。地味じゃ分かんないだけで、うん、同じっていうか。そうそう、俺、16年で夫婦生活どうですか、そんなさ、もうどうでもいいような質問っていっぱいされてきたじゃない。で、その時、本当に一つ言い忘れて、いつも後悔してたんですけど、すっごい笑いのセンスが磨かれたの。昔って全然ツッコミ入れてくれなかったのよ。で、僕がその、わ、なんか来たなーって感じたのは、はい、僕メールで、よくその自分で、宛先か、宛先って、まあ、是枝さんなら是枝様、スオです。必ず書くじゃない。で、うっかり、民生様、スオですって書いたことがあったのよ。そしたら、はい、私もなって書いてた。その時に、ああ、これだーと思って、そういうことができるようになってるっていう、その進歩を数年前に感じたわけ。最近面白く、こう、なんていうんですかね、返してくれる瞬間増えたなと思って、なんか昔は突っ込んでほしいのに全然突っ込んでくんなくて、すごい寂しかったのに、はい、なんか、この頃、すごい、あ、そうだよ。あ、でもこれオンエアの時も終わってるか。どうなんですかね。コントやったんだって、テレビで。あ、なんか、やるとかやらないとかいう話をちょっと聞きましたけど。一回目漫才もやったことあるの、テレビで。テレビで漫才。ね。そう。銀シャリね。そう。銀シャリ、銀シャリのボケの方とね。そう。
銀シャリのあのジャケット着てやったの。あのブルーの。そう。あの、青いジャケットもご用意しますって言われて、私用に何か青いジャケット用意してくれるのかと思ったら、ツッコミの人の方がね、これどうぞ着てるものを脱いで貸してくれて、そう。それ見たら感動したの。なんかあのバレリーナがここまで来たかと。ここまで。いや、そう、16年、17年目に入って、なんか夫婦の、なんか、絆を、こう、お笑いで確認できたみたいな。あ、でも、なんかね、笑うツボが同じだと嬉しいとか言いますからね。そうそう、だんだん、こう、笑いのセンスに磨きがかかってきていて、なんか、これから僕のダジャレにももっと寛容になってくれるんじゃないかな。そういう。でも、なかなかね、いいセンスしてますよ。お前もなで。お前もな、驚きました。あ、お前もな、じゃなんだっけ、私もね、私もな。面白かった。ご本人やってくれる。私もな。話が尽きないんですけど、うん、もう随分時間オーバーしてるらしくてですね。まあ本当。最終回にふさわしい。なんか面白い話出てなくない？大丈夫？いや、すっごい出てます。こんなんでいいの？すっごい出てます。じゃあ続きは東京 MX テレビで。僕の番組で。ぜひ、それは、ね。そんなの持ってないの？続きましょう。持ってない。本当かと思っちゃった、今。できた。そこ突っ込まない。本当かと思っちゃったら騙されないってこと。すぐ騙されちゃう。まあ、それはいいとしてですね。はい。いよいよ最終回でございます。はい。まあ、1回目から見た人はもう飽きちゃって見てないと思いますけど、途中から見てくださった方々ありがとうございました。映画は絶賛上映中ですので、ぜひ。いつまでも絶賛上映中で、お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労様でした。